すげえな、たくみさん超戦ってるんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨降りよるな。ほい、それじゃあ早速。あ、そっか、これはオートキャンプ場のやつね。ということは、よし、とりあえず、全然違う。とりあえずちょっとプレゼントだけ取り出しとこうか。前回買ったやつやけん、ホタルちゃんのやつか。開ける。ほらほら、さあ今回は私ホタルちゃんになるよ。よし、さささ、さ、ちょっと見やすい場所にね。じゃあまずタイツから。おお、ちょっとその靴が気に入らないんだけど。なんなら靴脱いだ方がまだ、まあ、シナモロールな靴よりはいいか。ほい、来たー。そしてじゃーん、うわー、いいねいいね。あー、やっぱいいないいないいな。あ、この髪の毛いいわ、これ好きだ。え、可愛くない？え、超可愛いんですけど、ほらほらほら。あ、やべえ。あ、で、ここに来るわけか。ほらほら、三崎様ご新居建設予定地、たぬきハウジング。やったね。あ、結構家近いね。なに、私二人に挟まれる感じで。おー、素晴らしい。ほい、それじゃあ、今回はね、私ちょっと、この、前に手に入れた、Wii U だ。無人島脱出ゲームをプレイする？これをやりたくって。ゲームで遊ぶ。さあ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 。おお、すげえ、ちゃんと。ちゃんと。無人島脱出ゲーム。あ、いいね、いいね。レベル初級。あ、なんかレベルがいろいろあるっぽい。へえ、初級にもいろいろあるんやね。初級5まであるよ。じゃあまあ、とりあえず、初級1。目標スコアは37000。ちょっとよくわからんけど。アミーボを使う場合は、あ、マークをタッチ。一人につき2枚。へえ、あ、自分の村の住人が使えるんや、それで。へえ。じゃ、とりあえず、はい。じゃあ私は、アミーボカードを使っていこうと思います。たくみさん、何、水泳。そして、なんかこのゲーム、ハッピーホームアカデミーじゃねえわ。なんだっけ？スゴロクのやつ。スゴロクのやつ。名前を忘れたんだが。ほい、じゃあたくみさん、水泳。あさみさん、器用。てっちゃん、ちょっとつ盲信。特徴かな？たくみさん、水泳ってイメージないけど。はい、それじゃあ、ゲームスタート。おー、いいね、いいね。島に到着。あ、なんか探検隊って感じの格好しとる。無人島脱出ゲーム、ルール説明。この島には脱出に必要ないかだの材料が隠されています。あなたが選んだ3人の仲間で島を探索し、限られた日数で全ての材料を見つけましょう。下画面の中央下に表示されているのは今回の探索のスコアです。目標スコアが37000なんよね。探索の進め方によって点数が変わるので、高得点を目指して頑張ってください。37000って低い方なんかな？ 7 日以内に脱出せよ。まあ、でも初級1やけん、きっと低いはずなんよね。ほい、たくみさんの番。種族の特徴、水泳。種族。たくみさんは、カワウソか。陸地はアウェイ、水中がホーム。だから水辺の移動が大好き。ただし、深い場所はそうでもないので、探索は浅瀬に限る。かっこ本人弾。なるほど。んで、何、どうやって進めばいいのこれ。あ、普通に。あ、サイコロ振ったりとかするわけではないんやね。ここを探索。何、動いていける？動いていけんのか。6マスしか探索できんの。でも、海辺の探索の方がいいらしいけん。ん？この辺じゃあ探索する？探索って何？どうすればいい？あ、なるほどなるほど。普通に進んでいくっていうことか。海辺、こっち行った方がいいんかな。
あ、何を集めていかんの？あれ、あの4つを集めていかんのか。ってことは、ちょっとこのハテナのとこ行った方がいいんかな。お、ほう、手に入れた。やった、早速やん。イエーイ。島を脱出するためにイカダを作る材料を見つけました。これでなんか一気にスコアが3000増えたよ。イカダを完成させるには丸太3本と帆1枚が必要です。あと丸太3本か。やったね、たくみさん。え、これ1人につきあと2マス進めるのか。こっち行った方がいいよね、海辺。あ、でも丸太がいるんか。丸太がいるってことはこっち。お、なんだなんだ。うわー、蜂刺される刺される。あ、蜂の巣だ。うまく追い払えば蜂蜜をゲットできるかも。蜂を追い払う、ルーレットか。すげえな、たくみさん超戦ってるんですけど。おーおお、やったやった、蜂蜜、イエーイ。たくみさん強よ。し、蜂を追い払った。蜂蜜3個ゲット。食料のストックが増えた。あ、食料尽きていったりとかするわけ。おお、え、てかまずゼロだったんだ最初スタート。食料について、フルーツや魚などの食べ物を見つけると食料としてストックされます。仲間の食欲の合計分の食べ物が集まるとキャンプ1日分の食料が増えます。うん、よくわからないけど、まあそういうことらしい。アサミ、種族の特徴、器用。器用な手先で道具を扱い、本来の性能以上の能力を引き出す。探索する代わりに道具を作ることができ、探索中は材料の気配に敏感。うん、じゃあアサミさんはちょっと陸から行ってみる。お、あそこに何、木が。でもこれ普通の木？棒を手に入れた。道具を作る材料になりそう。なるほど。道具を作ってどうする？え、ここ何？何何何何？なんか上に登ったんだけど。展望台について、島の中には見晴らしのいい展望台があります。なんかハテナがいっぱい増えたよね。展望台に登るとこのように周りの地形を一気に見渡すことができます。なるほど。丸太やけんね、やっぱ木のある方に行った方がいいよね。どう？おお、落とし穴、マジか。うわ、落とし穴だ。え、これは何、どっちに行けばいいの？そっちダメなんじゃない？なんてことだ。うわー、抜け出せない、足止め食らっちゃった。え、ここでアサミさん終了？あ、そういう、ん？日が暮れたよ、日が。なるほど、そういうこと。てっちゃん、種族の特徴、ちょっとずつ猛進。まっすぐな性格の持ち主、移動もまっすぐ突っ走るのがポリシー。何でも激突して解決しちゃうけど、ぶつかった影響でそれ以上動けなくなる。ダメじゃん。ダメじゃん、それ。ってことは、てっちゃんはどうしようかな。こっちにしか行けんやん。こっちしか行けんやん。まず水辺は、そもそも匠さんしか入れんのや。へぇ。え、待って待って待って、なんか、進みすぎてない？え、進みすぎてない？マジで？そういう感じ？3人それぞれが行動し終えると夜になり1日が終了します。探索済みの場所を選んでキャンプをし、翌朝の行動は全員そこからスタートです。あ、そうなんや、一旦集合。じゃあキャンプする場所、てかちょっと展望台ぶち壊しやがったな。展望台ぶち壊しやがったな。どこがいいんかよくわからんけど、でも蜂追い払ってくれたけんこっちに行っとく。今夜はここで休みますか？ここで休む。だっててっちゃんの今おる場所よくわからんし。とりあえずね。キャンプでは探索中に見つけた材料を組み合わせて道具を作ることができます。キャンプで探索の準備を整えたらご飯を食べて寝て明日を迎えましょう。食事すると1日分の食料がなくなるので残りの食料にも気をつけてくださいね。ほう、さてどうしようかな。持ち物をチェック。え、とりあえずまだあの棒しかないもんね。持ち物チェック中。手持ちの素材で作れる道具、まあないわな。棒一本やもん。ってことはご飯を食べて寝よう。とりあえず蜂蜜があるけんさ、みんな、それ蜂蜜なの。一日お疲れ様、明日も探索頑張ろう。みんなぽやーってなっとるけど大丈夫か？ほい、あと6日。ん？どうしたどうした？なんか思いついた？え、なんだったの今の。とりあえず、たくみさんの番になったけど、
なんかここにあるっぽいけど、あれはあさみさんに任せようかな。水辺の方行く？こっち。なんか小魚おる。お？あ、魚がいる。でも今は釣り竿を持ってないや。そう、今棒があるけん、あとなんやろ、ツタとかいるってことかな。ほい、こっち。なんか匠さんばっかりさ、スイ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 進んでいきよる気がする。あ、ここなんかハテナあるね。あ、丸太ゲット。ててーん。丸太を手に入れた。イエーイ。何かを手に入れたら終了か。で、あさみさんここへ行こう。ててーん。布切れを手に入れた。道具を作る材料になりそう。棒と布切れじゃ別に何にもならんかな。ここハテナあるね。なになに？うえー、うわ、落とし穴、あさみさん、あさみさんの落とし穴率の高さよ。あ、しかも抜け出せない。なんなの、呪われてるの？落とし穴に好かれるんだな。で、次、てっちゃん、いろんなものをぶち壊していくんでしょ、きっと。なんかあっちの方向にさ、石みたいなの見えるよね。え、そこで止まるんかい？今度はそこで止まるんかい？それじゃあ、たくみさんとこ何があったっけ？忘れた。じゃあなんかここ木の実とかなってそうやけん、そこにしよう。うん、ここで休む。ダメだな、あさみさんとてっちゃんじゃ全然進まねえんだけど。で、なんか作れるかな、それで。道具を作る。持ち物チェック中。お、マジで虫取り網作れるやん。作ろう作ろう。ほい。虫取り網決定。網を作りますか？作る。あ、3人で作るんや。ででーん。網を作った。これで蜂を追い払えば食料の蜂蜜も楽々ゲット？たくみさん素手で生きよったけどね。じゃあ、あとはご飯を食べて寝よう。食料持つかな？そろそろなんかまた新しい食料必要なんじゃないの？ね。てか脱出ってどっから脱出したらいいんやろ、これ。あ、そっか、これが集まったら自動的に脱出できるんかな。ほい、たくみさんの番。じゃあ次、あ、ここに行こうか。ここここ。ほい。ザブン。こっち。丸太が見つからないか。お、桃やん、桃、やったね。桃の木を見つけた。たくみさん、食べ物に恵まれてる。木を揺すって取っちゃえ。あ、全部取れるんやね、一応。お、やった、一番多い4。イエーイ。蜂蜜の次は桃。甘いものだらけやけど。桃4個ゲット。食料のストックが増えた。ててーん。やった、やった。あ、2日分あるよ、食料。やったね。超恵まれとるやん。こっちの岩が気になるけど、他の人に取ってもらおうか。ん？うわー、なになに、気持ち悪い。うわ、ムカデだ。どうしよう。え、でかくね？化け物やん。たくみさん強いから、戦おう戦おう。うわー、あんなのと素手で。つらい。ほら、たくみさん最強。イエーイ。よし、ムカデを追い払った。女の子なのに。女の子なのに。よし。お、そこで終わりか。じゃあとりあえず、あ、このね、岩のマークが気になるけん。ててん。石ころを手に入れた。道具を作る材料になりそう。何が作れるんやろ。なんかこうハンマーとかいろいろできそうかな。ふわー、来た。あ、蜂の巣だ。網を持ってるから今なら簡単に追い払えそう。あ、なるほどね。ルーレットの比率が変わるわけや。さあ、いけい。やったね。やったね、あさみさん。よし、蜂追い払った。蜂蜜5個ゲット。食料のストックが増えた。ててーん。おー、いいね、いいね。3日分あるよ。なんかあそこのわさわさなりよるのも気になるよね。あ、やった。え、揺れてるのは何も関係なかったの？丸太を手に入れた。
あと一つじゃない？イエーイ。でもスコアが全然足りんけど、おー、びっくりした。なんかと思った。それじゃあ、じゃあこっち行こうか。あ、やべえやべえ、いろいろ。お、梨。食料を5個手に入れた。やった、一応ちゃんとそういうの持って帰ってくれるんやね、てっちゃん。じゃあ、キャンプする場所は、やっぱ、たくみさんのおる場所がちょっと平和かなって思うけど、こっちの方にハテナがいっぱいあるけん、こっちに行こうか。じゃあ、今夜はここで休みます。とりあえず、今石しかないんよね。ってことは、ご飯を食べて寝よう。あ、すごい、網ちゃんと立てかけられとんやけど。食料はもういっぱいあるけん、大丈夫。きっと終わるまで持つんじゃないかな、もう。ね。持たんか、あと2日分しかないやん。ほい、たくみさんの番。じゃあ、とりあえず、こっちにチャポンと。そして、こっち。で、こっちの浜辺の方になんか、いろいろとハテナが。お？糸を手に入れた。道具を作る材料になりそう。これ釣り糸になったんやない？もしかしたら。まあ今もう棒を持ってないんだけどね。ほい、そしてあさみさん。どうしよう。こっちから順番に行く？お！石ころやないかい。石ころを手に入れた。石ころ二つ目か。ここは？お！あ、揃ったよ揃ったよ。丸太を手に入れた。でも全然スコアが全然スコアが。よし、集めた材料でイカダを作ろう。どんな感じ？おー、すげー、イカダが完成した。さあ脱出だ。結構余裕を持って脱出できる感じ。でももっとじっくり調べんかったらスコアはたまりそうにないね。結構きついな。脱出成功。お、いいね、キラーン。かっこいいよ、3人とも。今回の探索結果、探索率は 28%。低い。ボーナス2800ポイント。今回の探索結果、食料ボーナス2日分。あ、一応これ、いろいろ加算されていくんや。余った日数は3日。あ、どうすか？届かねえ。あとちょっとだった。あとちょっとだったよ。なるほど。ランキングとかもつくのね。あ、もうちょっと、もうちょっと早く、たくみさん遠回りしすぎたかな。ね、あと1日分、余裕を持ってつけとったら、目標スコア達成したかもしれんね。あー、残念すぎる。残念すぎるわ。悔やまれるわ。ほい、無人島脱出ゲームクリアー。やめるときはスタートボタン。ほい、終了します。あのね、私が最初に言いたかったの。私が最初に言いたかったのはあれだ。アミーボフェスティバルだ。あの、アミーボフェスティバルでも、この、同じ無人島脱出ゲームがあったらしいんやけど、私はね、一回もやったことがなかったけん、今回が初めてやったね。いやー、楽しい。なんか全く別のゲームを始めた感じ。いいね、いいね。あー、でも目標達成したかった。あ、今回はかぶりババアさんやね。かぶりババアさんということは、大丈夫です。向こうのキャンプ場には誰も来てないんかな。いや、私ほんとこの格好超気に入ったんだけど。いや、多分ね、あおりちゃん以上に気に入ったんだけど。いや、私もともとホタルちゃん派なんやけど、どっちかといえば。いや、どっちも好きよ。どっちも可愛いと思うんやけど、どちらかといえば、あの、ゆったーりした喋り方の、まったーりした喋り方の、ホタルちゃん派なんよね。あー、みぞれちゃーん。お、キラーン。あ、いたいた。探してたんだよ、は。ねえ、ハッピーみぞれゲームしない？は。何それ。隠れてる人を見つけるっていうゲームなんだけど、まあ、よく言う隠れんぼだよ。なるほどね。やるやる。オッケー、早速やってみよう。でも二人で少ないから誰か呼んでくるね、は。まあそりゃあね。じゃあ隠れるね。はい、見つけた。終了やもんね。じゃあ説明するね。あたいたちはこれから村のどっかに隠れるよ。15分以内に全員を見つけられたらあゆっちの勝ちね。
建物の中には隠れないから外だけ探して。用意はいい？せーの、スタート。羊が2匹。今日はあれか？なんかミニゲーム日和っすか。さあ3人は一体どこへ隠れただろうか。あ、花子さん、みーっけ。いやー、見つかっちゃった。やるじゃない、アイナちゃん。でもあと2人も残ってるでしょ。頑張ってね、アイナちゃん。頑張ります。きっとその辺に、思った場所にはいなかった。まあさすがにそんな近くには隠れてないか。さあ、あとみぞれちゃんとウェンディやぞ。出ておいで。みぞれちゃん出ておいで。いないな。真っ黒クロスケって言いたくなるね。その辺の木の影。お、みぞれちゃん。ちょっとちょっと、覗いたら分かっちゃうよ。やだ、もう見つかっちゃったよ。やっぱあたいのキラキラオーラ、隠れていても溢れ出ちゃうんだね。いや、今なんかね、頭隠して尻隠さず、いや、頭出てたな。じゃあ、あと一人だね。見つかるかな？頑張ってね、は。こっちなんじゃないかなってちょっと思うんやけど。どうだろう。あと一人、ウェンディー。ウェンディー。いないな。そっか、下に隠れてる可能性もあるんか。いや、でも下に隠れる場所ないしな。多分この辺の木の陰におったりとかするよ。いや、みぞれちゃん待ちきれんくなって、もうね、木の陰からチラッてチラッて見てしまっとったもん。あれはわかるよ、さすがに。あら、いらっしゃらないわ。いらっしゃらないわ。びっくりした、誰かと思った。この辺おるんやない？おらん？おらんし。いないんですけど。マジで？あ、ウェンディちょっと隠れるのうまいかも。隠れるのがうまいんか、私が探すのが下手くそなんか、ちょっとよくわからんけど。どうだどうだ？いなくね？いなくね？いないよ？いないんですけど。ウェンディー、ウェンディー、まさかの、まさかのウェンディーがいない感じか。この辺の影とかね、建物の影もちょっと怪しいんやけど。いや、おらんね。ウェンディー隠れるのうまくない？ウェンディー隠れるのうまくない？全然見つけれんねやけど。なんかちょっとヒント的なものは、お、いなかった。ヒント的なものはないですか？この建物の影かな。いや、いないぞ。お、これはもしやいないんじゃ。いや、下におる可能性は。いや、木の影とかにもおらんな。どういうことだ。あと一人でしょ。そうなんだよ。あと、お、なるほど。なんかすごく保護色になってる、ウェンディ。あちゃー、やっぱり見つかったか。あのね、周りのね、周りのただのこの草っぱというか、あれにすごい溶け込んでない？色。難しい。そわそわして音立てちゃったからさ、やばいと思ってたんだ。いや、気づいてない、大丈夫。ってことで、あゆっちの勝ちだね。おめでとう。じゃあ、勝利の記念に仕掛け絵本あげちゃうよ。お、マジか、ありがとう。やったね。でも、調子に乗っちゃダメよ。次はリベンジなんだからね。受けて立とうじゃないか。何、早速なんか二人とも釣りをしだすの？いやー、ウェンディちょっと正直焦ったな。ねえ、見つけれんかと思った。見つけれんまま15分ぐらい経過してしまうかと思ったよ。まさかの保護色だった。あれ、そういえば、家の扉の色、あ、変わっとる変わっとる。あ、ちょっと正直気づかんかった。正直ちょっと気づかんかったけど、家の扉の色、前回の動画を見直してもらったらわかると思うんやけど、扉前回まで、私、多分、丸い木の扉やったはずなんよ。それがほら、四角いピンクの扉に変わった。イエーイ、やったね。いや、エクステリアいいね。
もうエクステリアとかない？情けだな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、スゴロクゲームいいね。なんかいろんなレベルクリアしていきたいね。